気味悪い。ねえ、ちょっとみんな。おい。サム。そんな。クリス、選ぶのは君だ。もしもし。よかった、助けがいるんです。お願い。ああ。なんだ。エミリー！くそ、くそ、くそ。暴虐。僕。あ、サムか。あれ？おサムちゃんじゃん。あれ？あ、マイクと合流した？あれ？繋がってる？どっから見てんねん。どっから見てんねん。ちょっとタオルの下を覗け。え？お、動く。あ、動くのか。おしょ、芋虫のように無様だな。言い方合うな、お前。あ、すごいすごいすごい。来た来た来た。え、繋がってたの？かもね。で、マイクがまずどこ行ってたのか全然覚えてねえや。あのね、なんか、あの精神、あ、病院だよ。あ、病院だよね。熱い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 。すごい。あと、私が。おー、拷問。はい、おでシュッとシュッとシュッシュッと参上。それ何それ。あ、ごめんごめん。それ何。それ気にしない気にしない。気になる。知ってる人は知っている。燃えろ燃えろ。Okay. お、いいよいいよ。いいね。よしよし。あ、お尻見えるよ。よかったね。いやー、見えないもんかな。マイク、会えてよかった。無事か。お、し、ま、まあ、ジェイスのこと聞いたって今は辛いから困惑でいいんじゃない？困惑しとこう。どういうこと？どうしてここに？どうやって私を見つけたの？この山にはイカれた殺人鬼がいる。知ってる。奴は入り組んだ。トンネルの中に住んでる。そこから逃げようとしたらここを見つけて君がいた。はあはあはあ。はあ、ほう。マイク、あなたが言ってる男にさっき襲われた。ビデオも見せられた。女子が殺されてるところをね。ああ。すごく大きなノコギリで体を引き裂かれてた。なんてこった。一体全体何が起きてるってんだ。ドアがある。開かないんだ。鍵を外せるか。え？お？お？ちょっと中身。マリマリマリ。中身。おお、なんか。てかさ、前回さ、あ、取られてんじゃん普通に。ね。だからこれもやっぱり。うん、なんか映像化されるんじゃないと思ってんの俺は。映画映画映画とは言わないけど、うんうん、恐怖の映像、そうそうそう、すごいリアルな反応の人の、うん、その恐怖映像みたいなの作ってんじゃないって。ああ、なるほどね、うん、そういう反応を見てみる。うん、何のためにって思うけどね。そうだよね。そういう趣味だから、うん、ジョッシュは、うん、その復讐のためにやったけど、うん、殺人鬼はそっちなんじゃない。あ、なるほど。楽しむ方面、ね、そう、楽しむ方面なんじゃない。うん、お、いいね。お？お？急に冒険家になったぞ。それは誰の？誰のカバン？中身確認もしてないけど。え？何このセクシー登山家。エロベストに挑戦。エロベストだこんな。くだらん。やばい、絶対くだらない AV タイトルだと思う。エロベストって。チョモランマ。ひでえぞ。くだらねえよ、絶対くだらない。あくか？あかん。あなたの股間がチョモランマって。ふーじ。いや、止まんない止まんない止まんない。ほんと皆さんね、下ネタって万能なんですよ。そうなんですよね。あらゆるところで使えちゃう。どんな、どんな言葉でもね、合うから。そうそう。お、ここ先進めるかな。あ、開いた開いた。おい。あ、ひどい格好。なに？それはどうも。もらいもんのジャケットだけど。そう。勝手に取ったけど。タオルずっとくっついてんね。そうだ、あんたでもすごいと思わない？そう、吸着力そう、半端ないよね。私を撃退するのにタオル一枚ってわけにはいかないでしょ。あ、着替えちゃうの？え、いいよ別に。セクシー登山家の前でいいのに。おお、ああ、カメラに収めとけ。悪い。これ見るって選択肢起きない？え、見たい見たい。ここで見るって選択肢が起きないかな。超気になってしてる。何この、これでよし。意識高い、ランニングしてます OL は。
皇居前ランニングしてそう。あ、いるね。こういう感じ。めっちゃしてそう、皇居前ランニング。めっちゃしてそう。お、鳴き声。え？鳴き声。鳴き声。あ、あっ、あら。え？あれ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 ？いやいや、来ないで。あれ？あれ？おい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 、あ。あ、クリス。え？クリス、クリス、クリス。死んだよ。嘘だろ。死んだはず。空砲というものがあって。な、ええー。知らないのか。嘘。さすがにね。よかった。え？嘘！最低やな。ほんまやな。ほんまやな。あ、あ、生きてる。あれ？あ、そんな。生きてる、生きてる、生きてる。そんな、待った、待った。あれ？あ、あ、宙吊り、宙吊り。あ、もう。あそこから落ちて、うん、なぜこうなった。すごいラッキーだな。でも。やった、バンザーイ。ラッキーじゃん。でも大丈夫、暴れちゃうな、暴れちゃう。暴れんな、暴れんな、暴れんな。暴れんなよ。あ、揺らすのか、なるほど。え、マジで？あ、揺らして？揺らして、どこ行く？大丈夫、落ちるかもしれないんだよ、それ。はい、揺らす。ほら。はい。さあ。さあ。タザになれ、タザ。行くぞ。さあ、そう、俺。シルクドソレイユ。美しい。危ない。おセーフ。セーフ。さあ、運転です。サスケ、サスケ。さあ、運転ゾン。さっくねはここで押し込むリタイヤ。いけるのか。危ない危ない危ない。あ、危ない。おお、よかった。おお、勝ち。ここでリタイヤ。また来年。一人も落ちる。あ、落ちる落ちる。危ない危ない。逃げや。お父ちゃん逃げや。おっと、おぉ、痛い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 。早く逃げないと、だから。足壊れた。あぶねぇ。あー、よかった。ちょっと待てよ。驚きの連続だよ。そうだよ。上司だったの、あいつ。ね。じゃあ、え？ベス殺したのがあいつになるわけ？じゃあ、上司になるわけ？そうかなぁ。これ似合ってたんだから。え、何？松明を作ろう。600ドルです。そう来なくちゃ。600ドル。6万。6万か、まあ、いいね。約ね、うん、僕そんな高い服買ったことないよ。600円だよ。6万はないな、俺も。でもさ、うん、こう、なんだろう、おしゃれ、あ、意識し始めましたぐらいの時にさ、はいはいはい、高いもの、ブランド。うわ、なんだ、え、なに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 、ジョジュの鳴き声が。ジョジュこんな鳴き声してない。え、怖すぎ、もの声、何。いやあ、もう俺の人どうでもいいよ。いや、なんか高いブランドの服一枚持っといたらなんかこう意識変わるよねみたいな感じでさ。なるほどね。買ったのでも俺も1万ぐらいって気がするんだよな。1万か、まあそんなもんだよね、うん、すっげえ昔、うんうん、今はどれぐらいのお値段だよ。今は全然高いもん買わないよ、マジか。やっぱあれ、あのなんだっけ、ユニクロとか。あ、もう買うときあるし、うん、なんだ、ユニクロ結構万能じゃない。まあ合わせやすいからね。そうそう、全然俺はこだわんないけど。どこだ？あっちいいのかな？あっちかな？あ、なんかどんどん深くに行くな。ちょっと待って、これ行って大丈夫なの？大丈夫かな？明らかに嫌な鳴き声すんじゃん。うん。降りていい？降りて降りて。だから探すものもないよね、とりあえず今。まあ、とりあえず脱出したいって感じかな。うん。お？え？ギュビギュビ聞こえるな。そもそも元は何だったんだろう。炭鉱かな。炭鉱か、まあ、一応炭鉱。そこは測っていくけど、ちょっと奥側は。あ、気になるね。トーテムさんいる。いるかなあ。そういえばトーテム結構、あ、あっち側行くんだ。あ、行けるかな。先にこっち行っちゃう。うん、オッケー。トーテムさん、こう取り逃しとかあるのかな。あるかもしれない。チェーン、え、なんか怖い。大丈夫。なんか、去り際にガーンとか来ないかな。え、それやだな。大丈夫っぽい。ずっと鳴き声が聞こえる、うん、待って、ステラスちょっと見ていい。あ、いいよ。マット下がりすぎ。寛容が寛容さゼロ。寛容ゼロだ。マジか。もう全て許せない女になってしまう。あ、でも誠実だけはあるんだ、ね、あ、そうなんだ、うん、寛容ゼロか、マジか。怒りの女。
なんつ、こっち見んな、こっち見んな。何見てんねん、チみたいな顔しやがるの、こいつ。ね？おあ、一個取り逃してんだ、なんか。お、なんか、ね、ベスの携帯、ハンナ、ベス。あ、これ重要だったんだ。これは双子のデータかな。うん、こっちが、謎の、1952年。あ、そういうデータか。うん。結構でもこれさ、うん、なんか嘘っぽいんだよね。そう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 、ドッキリ、あ、そうそうそう、嘘の新聞が地下にあったから、ね。これだってさ、うん、うん、そうそうそう。で、こっちは謎の男。わ、結構、ああ。ほうほう。あ、これは、うん、多分まあジョシュのことかな。そうなるよね。ね。うん。そうそう。トーテム、ああ結構開いて開いてんな。開いてんね。マジか。結構さらってたつもりだったけどね。うん。大丈夫かな。取れていくか。よし。はい。さあ坂を登って。下り道？なんだろう、何の声なんだろう。コウモリかな。いや、コウモリもっとキーキー言ってんじゃない。そうだよね。うん、聞いたことない声だな。あ、いい鳴き声だ。あ、お、武器か。それ。武器なのか。あ、違う。このトロッコをさ、うん、移動させる。ああ、なるほどね。おしゅう。しゅう。いいね。ただこの音に。寄ってくんじゃねえか。あ、何かが。怖え。すげえ気だるく歩くじゃん。まあそれ疲れてるか。お前ら。あ、つけた。うん。へえ。エレベーターだな。待って、エレベーター。こそなんかありそう。あ、ありそうありそう。なんか奥にも。いろんなところにいる。まずどっから来たこれ。これは？もう。お？ん？イン、アウト36。打刻機って何？アウト36だけど覚えとく一応。そうだね、うん、36時間後そういうことなの。いや、それはさすがに働きすぎだな。うん、36時間労働ってこと。そうそれはちょっと地獄地獄ブラックすぎるね。そう、俺そんな働いたことねえよ。それ俺もないわ。開かない。行こうぜ。行けないから。じゃあ戻るか。うわぁ、なに、なに、はは、何今の。ヒャッハーさんが来たぞ。ヒャッハーなのかこれ。だって解放石じゃん。そうなるか。そうだよな。待って、なんか光ってたよね。光った光った。それそれそれ。あれ、すごい。はしご。まあ、いっか。あ、ん、ん、ん、これいいのか。あ、登っちゃうか。登っちゃう。あー、なんか錆びてるぜ。折れたりしない？大丈夫？で、上がっていいの？あっち側にあんなみたいな。あ、そっか、炎が出た先だもんね。そうだよ。怖っ。でもこの松明でさ、燃やそうぜ。うわあ、溝。ええええ、何それ。バカな。うわ、何このピタゴラスイッチ。不憫すぎる。かわいそう、エミリー。なんでかわいそう、エミリーって。あれ、はい、うわぁ。やばっ。サビなんか。え、怖くもない。もう嫌。吐き気がする。え、おー、何ここ、何ここ、怖っ。え、うわぁ、お、首塚じゃん。あ、うわぁ、マジか。モズの早乳見て。何それ。マジかよ、何だここ。え、これもセット的なことだと思っていいの？かもね。なんかいるって。あ、そう？え、そうだよ。意外と遠いかもね。お前すげえ気楽に考えんじゃん。すげえじゃん。それ大丈夫これ、開けていいのこれ。ショルダーアタック強え。女は強い。あ、別ルートあんじゃん。そっちは。ポンポンだね。待って、違うわ。なんだろう、これ水っぽくなってきたね。いっぱい飼ってんな、いっぱい飼ってんな。これなんだ。これはあれですね、武器ですね。あ、違かった。なんでもないよこれ。はしご。はしご、うん、何のためのはしご。だろう、まあ崩れちゃったんじゃないかな。うわ、何、え、何、全然わかんない、何これ。え、わかんない、これ何これ。え、何これ。あ、あれ、ヘルメット。ヘルメット、うん、炭鉱の。あ、お、お、事故があったってこと。かもね。誰？あれ？あら？ん？誰？これ触ると閉じるんじゃない？あ、閉じなかった。ビリーへ。気をつけて帰ってきてね。愛するトマトね。アグネス・ルイズ。知らない名前だよね。新しい名前出てきたぞ。うん、
今さら？ここの人たちかもしれない。今からそんな新しいの目出すか？なのかな？一回戻ろう。うん。すげえ疲れてんじゃん。もう足ガクガクよ。そこに登って。なんで？え？登る。はい。はい。と。登るにしようか。登ろう、登ろう。なんか無難な方がいいやつ。そう、こういう時にね、焦っちゃダメ。バツ！はい、近く！はい。次、丸。チェアを伸ばす。いや、手伸ばした方がいいよ。伸ばしたらいいよね。うん。三角。三角、次、丸。ほんと？嘘。信じるよ。いや、信じちゃダメだよ。バツでした。近く！早いよ。OK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 。よーし、OK。いいよ。あ、このはしごが落ちてたんだ。そうだね、落ちてるなんかね、うん、なんかいそう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 、なんかいる、なんかいる、なんかいる。いや、いない。このはしごもガツンと落ちるぜ。またピタゴラ。いや、やくびすぎんだろ。あれこれなんだろう。あ、でも出口に向かってるような気がする、ね、うん、明るくなってる。いや、そんなことないわ。いや、そんなことないな。おぉ、怖すぎだろう。え、何ですか。え、いる。ニューアニマルが。アニマル。いや、人間じゃないでしょ、明らかに。絶対人間じゃない。クマとかじゃない。クマもあんな甲高い声出さないか。クマ怖えよ。でも、動物に注意って書いてあるからね。あったからね、あの看板に。まあ動物なんかな、普通に考えて。そうだよね、野生野生。うん。何？え？あ、もう。あ、マジか。だから。携帯が。切れちゃうか。くそ。それでも行く。うわあ！いた。完璧にヒャッハーさんだよね、そうなると。そう、温めてもらって。あんな火は。うん、現代にいる？そのさ、火吹く竜なんて。いないいない、ドラゴンはいないよ。火吹く動物いないよね。あ、持った持った持った。じゃあ持っていこう、これ。ありがてえ。オッケー。あ、持ったね、完璧に。そうそう、戻れた戻れた。じゃあ、オッケー。さあ、この先を進むか？ん？あ、降りれる。はい、降りる？てか、はい。なんだ？電気だ。ああ、電気。つくんだ、まだ。これで、そこのエレベーターが動くんだ。あ、これで。あ、そっか、そっか。持ってきて。うん。了解、了解、了解。降りよう。あ、そこのなんか机の上になんか。ありそう。ありそう。ポーテマがありそう。これは？違う。木箱？そっちの奥は？あった。来たよ、ポーテマ。お、来たー。何の模様？虫？虫、ゴキブリ。いや！え？うわ！え、何あれ？ええは？警告。だから手が伸びてたけど、あんなん絶対人間じゃないじゃん。牢獄に気をつけろ。こっちの奥は？こっちは？あ、まだ進める。あれ？こっち行っていいのか？いいのかな。行ってみるか。ん？あ？手伸ばすこと？あ、違うか。え、おお、伸ばせないね。なんだろう、あれ金色に輝く。もう一個光ったんだ。光ってた、奥に光ってたかな。奥か。うん、まああっちの向こう側のね。だから金網の向こう側じゃないと取れないかも。了解。近かってきた。お、藤井ソナーがちょっと反応しちゃった。うん、ピコンピコンしてるわ。マットいないよ。でマット嫌いなんでしょ、もう。そうか、もうね、うん、だいぶ下がってるけど。あ、外じゃん。あれこ、あ、出ちゃった。あ、まあいいか、出たならいいわ、別に。 うわ、あ、つるだぜ、これ登れないだろう。いや、これ無理だよ。無理です、ね、道民だから分かる。この氷は無理。はい。ちゃんと登る、そういう器具なかったらダメだね。そうだね。ここってさ、なんだろう。あ、いっぱい光ってる。あ、いっぱい光ってる。ピッケルとかねえかな。ね、ピッケル、ピッケル。お、あれあれ、これ全部だ。ここさ、あの、ハンナ、あれじゃ、落ちた場所じゃない？そうか、なるほど、確かに。じゃあ、あの上が…が、そう、崖。あ、そっかそっか、そうだよね、近かったもんね。待って待って、これは丸、丸、これか。あったん？ん？お、なんだ？お、裏には何？裏には2は？何？
には鶏がいる。これってちょうど1年前。は？ああ、マジか。え、ここでずっと生きてたとか。いや、あり得る。うわー、あり得る。あ、そっちの手前はなんかないですか。ま、二人とも生きてたのか、それとも、あ、光ってる。二人とも生きてたのか、それともどっちかだけ生きてたのか。うわ、ホラーチックだよ。わー、なんかそれ俺、そのホラーってさ、いろいろタイプあるけどさ、あんなー。俺嫌なタイプのホラーかもしれない、それって。マジか。何？ベスは、え？何の話？え？何の話をしてんの？ベス？あ、タトゥーの写真か。あ、そうかそうか。あ、そうか。そう、マイクがタトゥー好きだからしたんだよ、うん、確かね。あ、そうかそうか。タトゥー好きって派手な女が好きみたいな。うん。だからしたんじゃんか。かわいそうにあんな。あれ、じゃあ結局これ上登れないから戻るしかないってこと？あ、また光ってる。あ、ほんとだ。目ざとい。わぁ、ほんとだ。レンジャーは私のミドルネームね。あの上にあったやつだ、看板の切れ端だ。うわ、じゃあこれ戻るしかねえな。そうだね。なるほど、なんか読めてきたね。でもここに来てよかったね、面白くなってきたわ、うん、でもハンナベスまだ生きてんの？もういないんじゃない？とも思えないよな。いやでもなんか、あ、でも生きてるパターンか。俺さ、いや、やだな、なんか、いや、考えたくないな、あんまり。うん、あ、そっち人間をやめてそうだ、怖いの。1年もここにいたっけさ、うん、まあ、人間じゃ生きていけないじゃん。気がするわね。ベス、うん、ベス死んだんか。あらめ、うわ、マジか。あらあら、衝撃じゃ、ここにベス埋まってるのかもね。うわ、マジか。そっちの奥もまた光ってる。てかさ、うん、あ、そっか、まあ、そっか、そうだよな、雪やったもんな。待ってあれ、あ、光ってる。嘘でしょ。 あそこに、なんかいるんだけど。うん、あとさ、今さ、男の声聞こえなかった、うわーみたいな。ほんと？ほんと？と、あと化け物。こっからいけんじゃない？いけんのか？マジか。あ、ついに5対面する。5対面あ、なんかいる。うわ、なんか、あれ、え、何あれ、あれ、なんか誰かいるよ。ほんと誰かいた気がする。と、ちょっと奥進んでみよう。やべえ、ワクワクピーポーだ、俺。うわ、怖い。何？じゃあ人形か。お、そーれ、怖い。うわー、マジか、これ。うわー、ベスだ、ベスだ。うわ、どぎつ、どぎつ。人形だと思った俺も。うわ、嫌よ。ほん、そっか。ここって何、そんなずっと寒い地域なの？だから腐らないの、そんなに。まあ、見やかしちゃったんだろうね。マジか、これきついな。俺今ね、うん、モザイクにしようか迷うレベルだわ今。いやー、しなくていいんじゃん。しなくていいと、多分いいと思うんだけど。みんなにも見せようよその楽しい経験を。ってこと、いやでもハンナがいないってことは、ハンナはどっか行っちゃったんじゃない？もしくはまあ、一人だからどうしようもないのか、うん、ハンナは生きてた。いやー、でもさすがに死んでるしょ、もう。そうだよね、うん。あれ、これ繋がった？あ、繋がった繋がった。じゃあ、それこそやっぱりエレベーター行くんじゃない？もうエレベーター上に上がりましょうよ。うわー、こういう展開かー、マジかー。あれ、よし、オッケー、丸。はい、オッケー、始まります。上だよダメか、これ脱出できるのかな。できるね、よし。え、なんで？あ、途中下車だね。あ、途中かなのか、まだ。あ、あ、あ、いた。あれ、あいつはじゃあドッシュじゃない。あ、あ、ヒャハーさん動くなかよ、ここで。机に置いてないよ。あ、マジかよ。え、マジで。あらあらあら、ダメだった。今ダメだったの？嘘、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 嘘。おぉ、あ、あら、三角いいんだよね。うん、いいのか。なんか、なんかいい人、いい人っぽいよ。いい人っぽくない？なんかいい人っぽくない？うん、変なよ、よかった。三角、三角大丈夫かこれ。あー、危ないです。俺燃やすなよ、オイル。いや、やんない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 。うん、合流したい。ちょっと
事情分かってるマンでしょ。うん、分かってるマン。どうしよう。え、引き返す？引き返すか。待ってもいいけどね。いや、コントは話聞きたいな。大丈夫。エミリー、落ち着いて。落ち着いて。落ち着いて、エミリー。大丈夫。そうし。もうやだ。もうやだ。なんて言うな。やあ、みんな。僕は目玉の怪獣、メダマン。いや、最近ね、目が乾燥するんだよ。なぜかって？僕には、まぶたがないからね。そんなことよりも、この動画を、面白いと思ってくれた方は左上のチャンネル登録ボタンをクリックだ。スマートフォンから見てる方々は下の説明文のチャンネル登録と書いてあるところを押してくれ。おい、メダマン、この前はよくもやってくれたな。ん？お前は我が生みの親ではないか。今日はな、仕返しにやってきたんだよ。何？仕返しだかなんだか知らんけどな、私をどうするつもりだね。こうするんだよ。いった。入って、これ本当に痛いな。